本日9月19日アナスタシアさんの誕生日です。今回もアナスタシアさんに関するクイズを作ってきました。アナスタシアのセリフにたびたび登場する日本語ではない言語は何でしょう。ロシア語。アナスタシアの愛称としても使われる彼女の一人称は何でしょう。アーニャ。その語学力からロシア語話者のキャラクターを演じることが多いシンデレラガールズのアナスタシア役の声優は誰でしょう。上坂すみれさん。楽曲メモリーズが持ち曲であるアナスタシアと新田みなみが組むデュユニットは何でしょう。ラブライカ。そのタイトルはしばしば Your Star と略される2013年11月にリリースされたアナスタシアのソロ曲は何でしょう。 Your Star's Shine on Me。 冬の森で魔女に扮したアナスタシアが映る2022年1月にシンデレラフェスノワールで登場した彼女の SSL は何でしょう。永遠に枯れぬ花。テレステで使えるアナスタシアのスタンプにも書かれているありがとうという意味のロシア語は何でしょう。スパシーバ。北海道の街を歩いたところをプロデューサーにスカウトされた不慣れながらも自らの心をファンに伝えアイドルとして星のようなきらめきを放つ今日9月19日が誕生日のデレマスのアイドルは誰でしょう。アナスタシアさん、スッドリムラチデーニャ。これから後半戦、ロシア語に関するクイズです。大文字と小文字を区別しない場合、現代のロシア語で使われるアルファベットは何種類でしょう。33種類。日本語のはい、英語のイエスと同じ意味を持つロシア語の言葉は何でしょう。だ。フジテレビのアナウンサー島田彩香や声優の上坂すみれはここのロシア語学校を卒業しているソフィアユニバーシティの英語名でも知られる大学はどこでしょう。上智大学。日本語の声打ちの語源となったロシア語シブーチはもともとどんな動物を指す言葉でしょう。トド。ロシア語で基準という意味がある人や会社に与えられた仕事量を指す単語は何でしょう。ノルマ。毎年2回開催されるロシア語能力検定試験は1級から何級まであるでしょう。4級。アニメでは艦隊コレクションカンコレの響きやラブライブの綾瀬エリなどが発している素晴らしいという意味のロシア語は何でしょう。原章。東方を征服するというロシア語が語源とされるモスクワ鉄道の終着駅があることで知られる都市はどこでしょう。ウラジオストク。髪留めのカチューシャの語源となった女性カチューシャが登場するトルストイの文学作品は何でしょう。復活。本名をアリサミハイロブナ・クジョーという他人に聞かれたくないことをロシア語で話すのが特徴である333のライトノベルに登場するヒロインは誰でしょう。アーリャでした。以上でアナスタシアさんの誕生日のクイズを終わります。